私が子供の頃はここの空気は海の匂いがしたんだよ。でも外国の企業が来て何もかも汚しちまった。だから67年の革命で私たちが追い出したんだ。その後何十年も空気はきれいなままだった。でもエスピノーサは次第に国の産業を売り払い始めた。そしてアントンが大統領になるとマッケンが呼び込まれた。奴の工場はビビロ製造に必要な毒物を作ってる。そしてこの場所から伸びるパイプラインこそがその製造を可能とさせてるんだ。あんたが撮ってきた写真をロレンツォに見せてもらったけど、ヘドが出る。だからイエレナと一緒にカスティロの薬品製造を止める計画を考えた。薬品工場が心臓だとすれば、パイプラインは動脈みたいなもんだ。断ち切れば、心臓は機能しなくなる。パイプラインをたどって途中にあるサブステーションを破壊していけば、工場を稼働不能にできるってわけ。その後はイエレナが奴らのコンピューターに侵入する。マッケが二度と毒物を作れないようにしてやるんだ。これはでかい任務。でもあんたは一人じゃない。最初のサブステーションを潰した。私ね、昔は戦場でエルティグレを援護してたんだ。今は俺の援護だな。ダニー、エルティグレからロボの話は聞いた？少しだけ戦死したって。なんでだ？あんたを見てると思い出すんだ。クララは政治向きだが、あんたは一匹狼だから。他に気を取られたくないだけだ。判断が鈍る。けどね、大きな獲物を仕留めた一匹狼は獲物を分けたがらないものよ。気をつけて、ダニー。どうして俺にそれを？もしもし？おい！くそ。卑怯な。慎重に行こう。
るな、今だ。気をつけろ。切ったね、その調子。医者になるべきだったか。それは言い過ぎ。何、初めて会った時のこと謝るよ。あんたを見誤っていた。謝らなくていい。人生3回分の血を見てきたもんだからさ。喜んで血を流すゲリラもたくさんね。だからあんたを見て厄介な奴が現れたと思ったよ。でもエルティグレはいつだって一目で真のゲリラを見抜くんだ。ヤーラを救える奴がいるならそれはあんただと言ってた。それを伝えとこうと思ってね。リベルタードだってあんたが必要だ。クララもその経験からいろいろと学べる。あんたらのはクラブ活動さ。でも私はヤーラのために戦う。他の誰のためでもない。衛生兵だ。
一つだよ、ダニー。了解。ダニー、ロボのことなんだけど。え？エルティグレが殺したの。嘘だ。二人は67年革命で一緒に最終攻撃を指揮した。でもロボは土壇場でヤーラを我が物にしようとしたんだ。エスペランサを奪ったらサントスを打倒してね。私たちの努力が全て台無しになるところだったのさ。ロボは平和を求めるどころか内戦を始めようとしてた。彼は裏切ったんだ、ダニー。エルティグレに選択肢はなかった。ヤーラ人は誰もこの秘密を知らない。どうして俺にそれを？あんたがロボを思い出させるからさ。今は確かにヒーローでヤーラを裏切る気はないかもしれないけど、一度権力の座につけば人は変わる。ヤーラを支配するつもりなんかないよ、ラッキー。忠告はしておく。私は必要とあれば引き金を引くよ。エルティグレのようにね。彼こそ本物のレジェンドさ。でもあいつは自分を一生責め続けた。おい、おい、おい、おやすみ。グラス。問題ない。行け。みんな
を直々に託されたスリーボーツだ。今こそビビロを最大限活用し、世界人の力を力を力をやろうとした。できる限りの高値で私を…ダニー、奴らのシステムに侵入した。パイプラインを破壊してくれたおかげで毒の貯水槽が溢れそうになってる。それを利用してこんなこともできる。どんなことだ。特殊技術今の爆発、そっちでも感じたか。やら中に響いたよ。計画の第二段階の合図さ。煙を漂ってプラントに行くんだ。いい気分のしない場所だな。ラッキー、プラントに着いた。みんな慌ててるぞ。パイプラインを破壊したことで貯水槽が不具合を起こし、修理しようとしてるんだね。制御室を探すんだ。イエレナをそこのコンピューターに遠隔で侵入させることができれば。心臓発作ってわけだな。衛星兵が。接続した。思う存分やってくれ。よし来た。ぶっ壊してやろう。サブステーションに侵入者あり。繰り返す。サブステーションに侵入者。あとは各貯水槽の制御スイッチをオンにしてくれれば。ドカーンか。そう。でもオンにしてからドカーンと警告。多少時間がかかる。だから誰にもスイッチを触らせないで。
そうか。誰でもいいから状況を報告しろ。今すぐに。誰がお前らの給料を払ってると思ってんだ。この私、セニョールマスケだぞ。おい、おじさんがとんでもないことになってるぞ。なぜ誰も報告してこない。今すぐ連絡を呼ばせ。さもなくは罪だ。人のものを勝手に壊すのはいただけないんだ。君は終わり、終わりだ。しまえるか、バスバスで。よし、もう少しよ。巨大なパイプラインは破壊したけど、その先にトキシフル反応剤、原外炉化、下流浸透圧計というものがある。トキシ…何？略して TRA。 片付けてやる。そうか、もう解除済みで、中にラッキーがいるはず。今から向かう。おかげでダホ屋にまた潮の香りが戻る。葉巻の香りもな。ちなみに体に毒だけど覚悟の上さ、ドクター。